はい、まひろチャンネルのまひろと申します。本日はあいみつの期間限定イベントの方をやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。で、本日やる、期間限定イベントの方がこちら、姫やかに咲く虹のしずく、明快に雨が降る日でございます。で、これをやるとなんかいろいろアイテムと衣装がもらえるらしいですね。衣装っていうか ドレスか、イベント限定のドレス、これですね、今出てるやつ。とりあえず召喚絵でガチャありますね、1回。これで、やっぱり5回やるとあれなのか、 SSR ドレス確定なのか。とりあえず10回召喚、初回半額なんで、これやっていきたいと思います。それではフレアライト結構溜まったんでね、導入してて引いていきましょう。えい、ラウラちゃんのスペシャルでは、やばい、息引きがかった。でもラウラちゃんもレアバージョンもあったんだ。これなんだっけ、このウサギの部屋って。とりあえずまあちょっと長くなるから、まあ一回飛ばしていくか、さすがに。あと4回だから12,000円。あ、これちょうどいけるな、これ。やってみますか、これ。SSR ドレス1着確定までは、ちょうど足りるような感じで見るから、1万3000円から。やっていきましょうか。なになに先生、どっか連れてってくれるの？2人きり？えへへ、私、おしゃれしてきちゃった。バレリアのスペシャルでや。はい、気になっちゃった。あ、またラウラちゃん出たんだ。はい。鉄拳制裁、パトリシアシャンディン、笑顔のために頑張ります。パトリシアちゃん来た。イリーナ・ボンダルチューク、参上いたしました。戦場に鉛の雨を降らせてみせましょう。冥王、私の踊り見てくれるの？いいよ、あなたのために踊ってあげる。さあ、これで SSR が確定なんで、楽しみなら行ってみましょう。お、来た。エルミナ天気予報。今日の雨上がりには綺麗な虹がかかるでしょう。虹が見えなければ私が描いて出しちゃいます。もう一人の効果欲しかったんですよ。まあいいや、エルミさんとやが当たったんで、とりあえず今出たやつをデッキ、編成か、編成で。どのようなパーティーをお組みになりますか？てか同じ属性がね、固まりすぎなんだよね自分。これで全員違うぞ、属性が。決定。皆さん、エンジンを組みましょう。クエストクリアできるかな。ちょっと一回さっきやってみたんですけど。どちらに参りましょうか、主。すぐ負けちゃったんだよな。では主、もう一回やってみましょう。参りましょう。食料ですか？はい、行け。うまく避けました。おお。速やかに。はい。冥王様、いかがですか？いや、これも大丈夫。まだ大丈夫。いや、ラウラだっけ？ラウラちゃんが前。せい。
結構攻撃が、やばい、やばい、止めろ、あと3人、あと3人、誰か必殺技出して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 、それよいしょ、あと1人だ、それそれ、ちょっと来た、おーおー、だって雷属性いると違うな、この人は誰か、おーおー、赤い色で、おっ、だぞ、もうちょいもうちょい、全域残れ、まだ書いてる途中なのに、嘘でしょ、これ、まあ、まだあるの、私がやる、いたずらしちゃいますよ、あ、これやばいな、これ、多分本気です、いけいけいけ、お、おー、あー、ちょっと怖い、お腹空きました、やめて、ファンさん、ノブがあるのに、注意を、激しく、やばいやばいやばい、まだ10残ってるぞ、ではこの色で、あと19、あと19だ、あと1だけだ、ずらしちゃいますよ、3人だか有利だと、じゃあこうする、いけ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 、めっちゃギリだけ勝ったよ、よく勝てたの、初勝利、普通なら消してくれるべきだ、あー、なんかいると思った、初回クリア報酬、雨は降る降る相手数に1位の初回クリア報酬を獲得しました、クリアガイドが50の、なんだなんだこれ、なんか900売りましたね、なんかいっぱいあるよ、次で、あ、雨は降る降るアイリス2が出てきた、あ、なんかとりあえず、戦い方をどのようなパーティーをお組みになりますか、SSR のこの子が出てきたおかげでだいぶ、だいぶ結構良くなったと思う、はい、というわけでね、今回はこの辺りで終わりたいと思います、もうちょっとね、やっぱりいろいろ強化してから、パート4はやっていきたいと思います、それではよかったらまた見に来てください、あとチャンネル登録と高評価もよかったらお願いいたします、それではお疲れ様でした。